てるんですか。じゃあ機体の紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの無尾翼グライダーを飛ばしてみようと思います。メーカーは不明なんですが、ずいぶん昔に少量だけ輸入されたらしい機体、おそらくヘッドという名前かと思いますが、うちのクラブでもなかなかない無尾翼タイプの機体で、これからやってみようと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。はい、以上でした。はい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 、せんね。はい、おっ、じゃあまずはメカチェックですね。右、はい、左、アップ、ダウン、フラップも、はい、OK、 OK ですね。では、こういうタイプって割とプロペラ後ろに尻尾についてるの、これがちゃんと前についてますね。プッシャーね、うんうんうん、こういうのもあるよ、多いよ、いっぱいあるタイプ。ラダーがないので青山さん的にはちょっと非常に展開が難しい機体かもしれませんが。見た、大丈夫、うん、風切るの出してますね。仕掛けに反して意外と飛ばしやすい、おとなしい機体。宙返しだよな。うん、宙返しますね。そういかにか、遠く行きすぎる。ストールじゃないか。うん、遠く行きすぎるかなと思って。次は、ロール、ロール、ロールか。ロール？ループやったからロールかな。おぉ。エルゴンディファレンシャルが入ってるので、どうしても軸が通らないですが。最大はあそこの林を突っ切って無理か、木を切り倒してくれるですね。、うん、あれ左右でエルゴン高く変えるのってエルゴンディファレンシャルで合ってましたっけ。うん、左右で、あのグライダーだと下がる方を弱くするじゃない、うん、弱くだったかな、うん、いやとは限らない。確かにディファレンシャルって言いますね。エルゴンディファレンシャルだったで、この感じでカーッと横になって、そうですね、そうすると山の向こうの人にすいません、やっちゃいましたって謝りの連絡を入れなければいけないので、ナイフエッジ、ラス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 、出てきたっていうのはまあね、ラダーがないんで、ナイフエッジにならないですね。横向けただけになっちゃいます。やはり抵抗がない分、非常に伸びます。もうちょっと近いところに飛ばないと、うん、あ、もうちょっと低く。撮影班から注文が入ったので、うん、もうちょっと近く低く両方、あ、ちなみに避ける準備はしてるので。いいね、上から目線だ。でもね、今のが水平かどうかっていうのは、あの後ろの助手の人から、水平飛行が得意なバンバさんから注文が入りそうなので、それは本当に水平と呼べるのかという。この飛行機にはそれは求めません。ほら、もうすでにまっすぐじゃない。いや、あのカメラ写りを良くするためにあえて羽をこう見せるという。あ、いいね、いいね、それそれ大事、それ大事。チャンネル再生数アップに貢献してます。人間、あの先っぽのところでカシャーンで引っかかってドーンって。まあ、法に差あるんだけどね。毎週墜落動画アップしてたら、ここのクラブはどういう人たちだって言われちゃうから、ね、いやいやいや、回数増えます。まあ、回数は増えるかもしれないですけど、クラブ会員を使ってるというか、うん、火を投げ倒しても保険適用あれですか、適用されるんですか。出ません。あ、まぶしい。どこ、すいません、ちょっと近く行き過ぎた。
これでもサーマルがあったらちゃんと登っていくのかな、この重さで。いや、わかんないよ、ドカーンっていうのあると。持ち上げてびっくりしましたよ、重くて。意外と重いんですけど、こんなに浮いてんだもん。でもこれ羽 1.7m ぐらいだから確かある。意外と、もっとちっちゃいもんだとばかり思ってたら、こんだけ伸びるんですよね。降りる気配がないというか、うん、降りる気配だ。更新の方もとあるクラブで降ろすのにないにしたっていうのが非常によくわかります。まあプロペラついてれば、最悪プロペラ回してれば一気に減速するから。で、下ろすのに難儀した挙句、あのお師匠さんの、さらにお師匠さんの私にとって仙人のような方がフラップ付きに改造したという。そうですね。じゃあそろそろ下ろしますかね。うん、ラダーないとサイドスリップもできないですよね。そうなんですよ。だいたいこんだけテールが短いとサイドスリップもするのかなみたいな。はい、最後バラ巻きをやってちょうだい。ちょっと伸びるかな、大丈夫か。大丈夫だろ、全然大丈夫、うん、痛い、大丈夫。ちょっとアップが足りなかった。目の前よし。